皆さんどうも、高むです。今回はですね、広島県、そして岡山県第2の都市であります、福山市、そして倉敷市の市街地、比較していきたいと思います。まず映像の方を映っておりますのは、人口45万人ほどの中核市、広島県福山市の様子です。まずはこの町の中心駅、 山陽新幹線が乗り入れてサンステの複合商業施設が入っている福山駅前の様子を映しているところになります。大変広々としたロータリーの周りに高層の建築物が数多く建っておりまして、天満屋のデパートもロータリーの反対側に目立っております。あと高めのマンションもいくつも見られたり、 天満屋の横にはアイネス福山というショッピングモールもありました。でこれ福山駅から南に向かって進んでいってるところになるんですが、駅前通り中層のオフィスビルがいくつか立ち並ぶ、なかなか都会的な景観になっております。駅からすぐ南、東西に国道2号線が通っておりまして、 そちらも駅に近いところとなりますと、まあ、郵便局、市役所、あとまた多数のオフィスビル群というのが並んでおりまして。まあこの街、大変大きな製鉄所があったりね、まあそういう金属加工系の工業が盛んな都市になっているんですが、その分大変立派な駅前の都市景観となっておりました。続いては倉敷市の駅前中心部の様子です。 倉敷市は人口47万人程度で中核市等に指定されている町になります。まあ、こちらも水島コンビナートなんか有名なね、えー、工業地も有する都市になるんですけれども、この倉敷駅周辺に関しましては、まあ、また同じように天満屋だったりね、ホテルや飲食店が入った複合施設なんかが建っていたりするんですけれども、 あまり福山市のようにオフィスビルがたくさん目立っているような都市景観ではありません。福山市は福山都市圏の中心都市に対して倉敷市は岡山都市圏の一つの町ということでそういったところでも違いが現れているのかもしれません。続いては両都市の駅前の繁華街ですとかアーケード街ですね。そちらを取り上げていきたいと思います。まずは福山市です。 今回映像では取り上げておりませんが、福山駅前中心市街地から南東のところに入船町、住主町と呼ばれる地域、飲み屋街、観楽街が裏の通りに広く伸びているところがありまして、映像の方はそこから駅前の方に戻っていっているような流れになります。その途中のところにですね、ジョイ船町と書いてありましたが、え船町商店街というね、アーケード街がありまして、 地元のね、ローカルなお店がたくさん並んでいました。そこから駅に近いところ、このように大手の居酒屋やカラオケ店が並ぶ観楽街がありまして、奥に見えておりますのが、 駅前でも見られました、天満屋のデパートになっておりまして、まあ、駅に近いところになると大手のお店が増えるけれども、まあ、そこから離れますとね、まあ、ローカルな個人店も多いような独自の活気を有している市街地というふうにね、言えるのではないかなというふうに思いますね。続いては倉敷市のアーケード商店街見ていきたいと思います。先ほどの JR 倉敷駅、 の前からすぐ近いところにアーケーケド商店街の出入口がありますこの倉敷市の駅前中心部、なかなか広くアーケード商店街が伸びておりまして、まあ、駅に近いところがセンター街というそうで、もうちょっと駅から離れて、観光地の倉敷美観地区がもうちょっと先にあるんですが、そちらに繋がるのが恵比寿通り商店街というそうでね、 かなりローカルなお店が多くて、はい、このようにね、センター街から恵比寿通り商店街になっていますが、独特のね、こちらも雰囲気をまとっております。最後に、両都市の郊外に広がっております商業施設群見ていきたいと思います。まずは福山市です。先ほど駅からすぐ南側に通っております国道2号線、軽く映しましたが、それをより東に行ったところを取り上げていきます。 エリオンの家電量販店ですとか、こちら、ポートプラザ日課という、まあさっき映った大変大きな建物ですが、えー、夢タウンなんか入っているようなね、大型複合商業施設がありまして、まあそれを通り過ぎていきましても、ボーリング店、まあラウンドワンだったり、ドンキホーテ、まあ ABC マート、ユニクロと映っておりますが、まあ単独でね、まあ大手の衣料品店があったり、で、大型のね、商業施設が、 いくつも複合的にくっついているという、そういった建物も目立っておりまして、こちらにもタリーズですとかローソンだったり、インターネットカフェ、カラオケ店、ジム等がね、たくさん混ざっているような建物もありまして、福山市の郊外の商業施設群、かなりね、広々としているのが全体的な特徴ではあるんですが、まあそんな中でもですね、このあたり、ニトリとかね、山田が映っていたりしますが、 ま、こんな風に、ただ大型店舗が見られるだけではなくて、複合的なね、ショッピングモールといいますか、そうしたものも多く見られるというのが、この福山市郊外商業施設群の特徴であります。で、東福山と呼ばれる地域がありまして、今映したところがですね、国道182号沿い、あとはこの辺り東福山駅の北側、座王町と呼ばれるところ、また夢タウンの大型、 商業施設が見られたり道が細くなってきてねだんだんと地元感のある雰囲気にはなりつつあるんですがそれでも、まあ、今もケンタッキーが映っていたり大手のお店がねたくさん見られるというのが福山市の商業の強さと言えますねそして倉敷市の郊外商業施設群見ていきたいと思います倉敷市 駅前中心部に関しましては、福山市と比べまして割と落ち着いた雰囲気ではあったんですが、郊外に関してはこちらも同様に広々と伸びておりまして、大型店舗が多いというのが特徴的であります。福山駅からまっすぐ南に下った倉敷中央通り沿いですけれども、コムバラザと呼ばれる複合商業施設や、まあ、アミューズメント施設などが並んでおりました。 そこからさらに南に行きますとこちらも国道2号線にぶつかるという風になっておりますザー、ま、ビックの大型スーパーですとか道路反対側にはエディオンの大変大きな家電量販店が見られたりしますで今映しているのが倉敷市中心部から北の方イオンモール倉敷という大変大きな複合商業施設がありましてさらにですね倉敷駅の北側にも 複数の大型商業施設が固まっておりますそれが今から映しますえ三井アウトレットパーク倉敷そしてア有尾倉敷この2つの、ね、複合施設が横並びになっているというのが JR 倉敷駅の北側の特徴となっております。 もともとこの辺遊園地で私高知出身ということでね、まあ、遠足とかで実は遊びに来たことあるんですがすっかり将棋節に様変わりしておりましてねこの辺、まあ、寂しい気持ちもありつつ新鮮な、ね、気持ちにもさせてくれるという感じですね、まあ、こんな風に公園も広がっていてたくさんの方がねいらっしゃったりする趣味の憩いの場となっております まあ、福山市は都市圏の中心部ということで、かなりね、オフィスビルも多く、関東的、東京的なね、都会館もあって、で、対して倉敷市は、広々とした街の中にね、数多くの大型商業施設が点在しているという、そういう違いがあったように見受けられました。ということで、今回は広島県、岡山県第二年都市、福山市、倉敷市、比較してきてまいりましたが、皆さんはどちらが都会的に移りましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。